銃を抜けよ。俺を狙え。ダメよ。いい子だ。よし、三で打ち合おうや。一つ。長いことポーカーをやってきたが、まさか一つで打ってくるとはな。今のどこで習った？奥さんから。おきついな。もう許さねえ。待て待て、殺す前に今はの言葉を言わせてよ。いい。さっさとやれ。アナを殺すな。オッケー。助けてくれ。アナは悪くない。キスしたのは僕からだったんだ。アナからじゃない。結婚してることを言わなかったら良くないけど、それは小さなミスだ。あ、それでもミスはミスだ。腕を打つくらいで許したら。何それ。あともう一つだ。祖父母がアラブ系で、だから死ぬ前にイスラムの伝統にのっとって我らが鎮魂歌を歌わせてほしいんだ。そんなにかからない。どうしちゃったのクリンチ。気分が悪そうだけど。ボス大丈夫？どうしたんだ俺。知ってんの？西部には死に方がどっさりあるってクリンチ。例えば餓死、病死、血統、それに野生動物。例えば蛇だ。面白いのはさ、噛まれなくても死ぬ。蛇の毒がほんのちょっとでも体内に入ればいいんだ。くたばっちまうよ。だからさ、ガラガラヘビの牙から毒を絞り出して拳銃の弾に塗っとけば一発で済む。僕は急所に当てるほど射撃がうまいわけじゃない。でもね、当てさえすればいい。アナから射撃の基本は習った。ちょっとでも傷口にヘビの毒が入りさえすれば人一人殺すくらい。アルバート、この人ならもう死んでるよ。あら、ええ。じゃあ僕の勝利の方程式は。ああ、無理かな。聞いてないと思う。あら、でもイケてたろ。ああ、すごい。すごくよかった。動くな！アルバート！ムラムラしてきちゃった。見えないところでやっちゃう。Thank you.